ユニークオータ。今日はどこ行く？お出かけオータ。真っ赤な消防車に大きな煙突のついた SL。 こちらには自転車に乗って走れるコースが。今回のお出かけスポットは乗り物好きの子どもたちに大人気、野球などのスポーツも楽しめる萩中公園です。京急線大鳥居駅から徒歩6分の萩中公園は、本物の道路のようなコースや乗り物の遊具などがあり、一日中遊べる公園です。交通公園では信号機や横断歩道などがついたコースを実際に自転車で走りながら交通ルールを学ぶことができます。こちらでは小学生以下の子どもたちを対象に自転車やゴーカートの無料貸し出しも実施。小さなお子さんでも安全に乗り物で遊べる落書き広場やローラースケートが練習できる場所もあります。またこちらのガラクタ広場には消防車や SL、 ボートや都電といったちびっ子たちに人気の乗り物を展示。中央にはジャンボ滑り台がついた大型遊具もあります。このほか園内にはブランコや滑り台、釣り輪などの遊具がある遊具広場に、野球場やプールなどもあります。夏季のみ利用できる屋外プールには3つのプールとウォータースライダーがあります。屋内プールにも3つのプールやウォータースライダーがあり、1年通じて楽しむことができます。広い芝生と季節の草木も多く、春にはお花見、秋には紅葉を楽しめます。萩中公園は京急線大鳥居駅から徒歩6分のところにあります。交通公園の遊具貸し出し時間、ガラクタ広場の利用時間はご覧の通り。プールの営業についてはホームページをご覧ください。